よいしょー、それじゃあね、今回もマリオ 3D ランドをやっていきましょう。ワールドではないランドです。うおー、なんだ今の価格。めっちゃマリオのケツが見えたんで、なんだ、うおー。あいつチョロップ、2回当たらないと知らないんだ。まあ、とりあえずこれ1回で、うおー、なんか目、めっちゃ目見開いてない。うわ、何あれ。もう二度と元に戻れないのかな、これ。悲しすぎない。うわ、危ねえ。若干なんかジャンプが思った以上に屋根上があったせいで、思った以上にね、ジャンプが、なんかあれだったね。なんかめっちゃあれだったね。適当すぎる。で、チョロップ、うおー違う。そうじゃないんですよね、今の。で、ここら辺なんかあるだろう。これなんだ？コインがあるだけ。ここら辺は別に特に何もないということでよろしいと思わ。それで、この下絶対なんかある。金がめっちゃあるのはわかる。だが、あれがないじゃないか。スターコインがよ。なんだこの下の通路はめっちゃチョロップ。上にいるが。これはちょっと穴でやり過ごさないといけない。そうですね。おい、ちょっと待って。これ一回戻んないといけないのでは？はっと言って、いや、これ戻れるか。戻れるかね。どうしよう。これ戻る手段ないかもしれない。これこっちから戻れるから。チョロップ早くあっち行ってくんね。なあ、頼む、頼む、お願いします。マリオも頭下げてっから。で、こっち行って、その隙にあっち行きたいよな。これ、しゃがんであっち行った方がいいのか。どうなんだろう。壁じゃんで上がれるかってか。壁じゃんで上がれるか。これで上行った方が絶対いいよな。スターコイン上にあったし。チョロップ、いや、ここジャンプできねえな。ここファイヤーねえと辛くないか。しかも、あのチョロップ倒したら上行けない。行けるわ。全然行ける。で、ちょっと一回これファイヤー出しとこうか。この辺でファイヤー出しとこう。オッケーで、ファイヤー出して、スターコイン2枚目。何何やて、2枚目じゃと。ちょっとそれ話変わってくるよね。うお、ちょ待って、あのファイヤーとかやつ無駄に苦労を増やしやがる。ここファイヤー割と前提ステージっぽいな。でポンポン、おい、オッケー、お前もやられろ。でやられてもらって、あ、あった、あそこに1枚目あるな。でどうやって行くんだあれ。ええ、ここら辺なんかある、ここら辺なんかあるじゃんね。何のヒントもないじゃん、もう本当に全く。本当に嫌だね。いや、ちょっとめっちゃ、めっちゃマリオなんかジャンプ力。めっちゃ、めっちゃあるな。そんなあるか。そんなあるとは思わなかった。ごめん、一ブロックだけだと思った。てか、めっちゃマリオなんかジャンプ力低いんだよな。わかる？めっちゃジャンプ力低い。ダッシュで勢いついてないと、まるっきりジャンプができない。マジで、そのせいで今回割と苦戦してるまであるから。ほい、オッケー。今のは純粋俺のミス。そう、こうやってダッシュでね、ちゃんと勢いつけること大事ですよ。で、こっち行って、で、中間も取ってあるから問題ね。これ、中間取るの、タイミングミスったかもな。で、これなんかつけるとある。金がいっぱいもらえるだけか。まあそんないるかと言われたらいらないが、一応もらっとく。せっかくなんかね、あんだけ催促してんだし。でめっちゃヒップドロップで降りてったら、ここは何です、え、金、うおー、ちょ待って待って待って、おろおろ、ファイヤー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 、オッケー、蹂躙、すべてを蹂躙する男、スパイダーマンで、おめえ何やってんだよ。オッケー。でこれなんだ、これもしかして蹴飛ばしたりするとなんか良かったりするやつあったっけ。ちょ蹴飛ばしてみていい、ここ、何もなかったわ。で、なんなら入んなかったわ。で、この土管何、タイムが100秒延長とスターコインがあるっぽいな。絶対スターコインあるわ。違う、これタイマーのあれか、影か。あー、タイマーの影か、スターコインねえのかって、これはファイヤーか、在庫をくれるが、まあいらん。正直もう持っちゃってるからね。で、あの動画はそれだけか。あの動画破壊したら出てくるとかありそうで怖いな。一応破壊しとこう。で、なんもないけど、なんもなかった、本当に。マジでなんもなかったな。で、お前はチョロップ倒しつつ、びっくりしたな。で、あそこにスターコインあるじゃないの。で、あそこのスターコインどう取るんだ、上目。ちょっとお前ら、本当に、よろしくなすびって感じ、本当に。で、これは何、お前らの上を渡っていけってことなのなら、もうめちゃくちゃだよ、もう本当に。おー、危ねえ。で、こっち行って、よいしょーって言って、ここをしゃがんでって、この下行けばおそらくだが、あれがあるはず。そう、スターコインがあるはずですよ。で、この下、うお、危ねえ、ここだ。ここになんかある。で、残り時間200秒だから、下にタイマー100秒延長のやつあるんで、あれ取ってきますか、おい。で、ここでさらに蹴飛ばします。で、なんかさっきさ、金色の岩なかった、上の方に。俺は見逃さなかったよ。俺は見逃さなかったけど、みんな見逃した？どう思います？俺は見逃さなかった。てか、全然壁じゃんできねえ。ちょ、待って。全然壁じゃんができねえな。で、こっち行って、こっち、オッケー。で、ここでしゃがんで、さらにくるりんぽん。で、この土管何？めっちゃあるけど、どれが正解とかある？そのこれなんか蹴飛ばすなんかあったりする？おう。え、おう。なんかめっちゃヒビ入ってるな。で、これ何？入れるとなんかあるとかか、やっぱり。おい。ちょ、待って、全然入んねえけど。で、めっちゃ嫌な場所にあるな。ここら辺か。こっち。ここか。おい。めっちゃ入んねえな。めっちゃ入れるの下手。何もない。で、これはどこか？ここが正解ですよ、皆さん。
まあ外れなんですよ。つまり真ん中も外れ、つまり実質もう3分の1と言っても過言じゃない、いや実際2分の1と言っても過言じゃないかもしれない。どうせまたどっからか出るでしょ。ここ当たりですね。つまりだ、つまりここが当たりってことよ。本当に本当ね、嫌になっちゃうの本当に。つまりここが当たりってことよみんな。うわ、しかもこれチョロップ踏んでいかないと。あれチョロップか、チョロップにしちゃでけえよな。なんだろう、ボスチョロップとかそういうタイプだろうね。あぶね、乗り越えるとこだった。じゃあとりあえず行きますか。行きますよ。はい。うわ、なんだ今の、見た今。空中でヒップドロップして鮮やかなゴール決めた。オリンピックだったら金メダル級、素晴らしい。はい、オッケー。とりあえずクリアして、次、キノピオハウスか。スルーでもいい気がするが、一応寄っとかねえとクリア判定なんねえかな。消し済みにしとっか。ついで今ね、ちょっと普通状態だしね。行こう行こう。で、次、デカクリボーがいんな。デカクリボー正直そこまで強くねえかんな。じゃあなんかアイテムくれよ。アイテムくれよ。おい、アイテムくれよ。持ってんだろ、バーボンだよ。で、お前なんだ今回。ブーメラン、ナイス！素晴らしい、やるわ、これ。あ、終わりよ、オッケー。ありがとう、じゃあな。もうブーメランだけもらったらお前に用はない。じゃあ帰りましょう。おい。おい、おぉ。めっちゃ、書き出していくポーズ。アストロガンガーって感じ。さあ、というわけで次のステージ。何のステージだ、ここは。プロペラブロックあるということは、もはやブーメランお役ごめんなのでは？ 5 の5。5-5 ですよ、5-5。うえぽー、弱っ。あんな弱いことあるかね。これプロペラだろ、どうせ、どっちか。ほら、見たことが。で、これは、どこに飛んでいけばいいのかなーって雲がありますね。こっち側に乗ってけってことが。で、あっち側にもなんかあるな。あっち側は、まあ、コインがあるだけと思っていたよね。危ないよね。で、ここ行って、ここなんだ？一応プロペラボックスの在庫ね、なくなってもいいようにってわけか。まあ、で、雲があれば、とりあえず、うおー、なんだこいつら。めっちゃ気持ちいいやつじゃん、絶対踏み潰したら。絶対気持ちいいやつよ、あれ。待って、ここら辺でちょっと一回、ここら辺で影見て、あいつらを確実に捉えられるとき、ここです！うぅーい！めちゃんこ気持ちいい。めちゃんこ気持ちいいじゃんね、ほんとに。え、ちょ、待って、スターコイン見逃してない？大丈夫？こっち側にスターコインはあるわ。あるわ？ないわ？オッケー、ないわね。でも一応なんかアイテムタヌーキーとかいう可能性もあるから。ないか？うえ、めっちゃ、これ、めっちゃこれでぐるるるって叩けんだな。まあ、そんなことはどうでもいい。何もなかった。で、スターコインは見つけたぞ、1枚。で、デカタヌーキーがいるが、これは、はい、ここ、オッケー、上昇。上昇志向大事ですよね、って感じ。で、これはプロペラボックス。で、連続コインはまあ今どうせあれだし、いらないし、これジャンプでやれる？お前ジャンプでやれるんだ。弱いな、あいつ。あいつめちゃんこ弱いじゃんね。で、プロペラ持って、ジャンプして、ノーで、ここ行って、さらに上に行けと、最速があって、うわー、望遠鏡あるじゃん。覗き込めんの、プロペラって。覗き込める？あ、もう、込めるんだ。で、いるな。他になんかない。実はなんか空になんかあったりとか、ありそうで怖いかな。で、ゴールあそこね。ゴールあそこなのね。で、キノピオお前、あ？なんだ？なんか始まったぞ。なんだあのキノピオ。めっちゃなんか始まって、カメラマンさん大丈夫？カメラマンさんちょっとあいつ追尾して。え？え？ちょっ待って、リセットしたい。リセットできないの？ちょっ待って、ちょっ待って、どこ行ったあいつ。あいつどこ行った？あー飛んでる飛んでる。ちょっとリセットしたかったんで、おー、びくと落ちてくるのかと思ったそのまま。なんだろう、あそこまで一気飛べるよーっていう話？そうっぽいね。まあ、そんなことで俺スターコインまだ1枚しか見つけてねえから、ちょ、2枚と3枚目見つけたいだけなんだけど、あそこにあるな。え、あれどう飛んの？え、あれどう飛んの？はい、なるほどね。こっち側から渡って、はい、オッケー、こうですね、こうですね、こうですわ、こうですよ。で、こうですな、こうです。オッケー、で、ここはなんだ？こっちじゃないのか。こっちじゃなかったわ、正解。オッケー、すげえな、すごいですって感じだよ、ほんとに。え、はい、いや、違う、重たいじゃん、なんか上昇しなかったな。はい、よいしょー。はい、で、グイーンと上がって、よいしょー、到着。意外とギリギリだな。で、邪魔ななんか奴らどけて、え、ちょっと待って、これ何？これなんかヒップドロップで測りきる。え？タヌーキ？タヌーキなんてあった？いらねえな、お前。マジでいらねえな。これはちょっとタヌーキ。くれ。お前タヌーキ持ってんじゃないの？持ってねえのかよ、こいつら。こいつはタヌーキ持ってねえのに何のために存在してんだ？お前の失敗何のためにあるじゃねえか。ジャンプしてみろって感じだよ、ほんとに。で、これでちょっと一回倒しゃがんで、くるくる。あ、もしこれで、さっきの上のとこに行けるんすか？これスターコイン3枚目では。全然関係なさそう。ちょ待って、え、落ちてくの早いな、あれ。で、これは P スイッチがありますが、これは？で、なるほど。これで、ここら辺から、シュフー！
高所強者ローレ、なかなかに怖いですよこれ。で、スターコイン3枚目見た、みんな3枚目見た、あそこにあるね、見つけた見つけた、めっちゃ高いなこれ、めっちゃ高いんだけど、怖いんだけどって感じ。取り逃しだけ気をつけよう。で、これはえ、ちょ待って、これやったらスターコインが見逃す。オッケー。だから俺はちょっと、一回、取らせていただきますよ、これ。ちょ、スターコイン普通に取らせていただきます。ちょ、普通に遠近感がわかりづらい。一応慎重にね。オッケーで、これ、飛ぶよして。おーい、オッケー。もうこっから一直線で行けんじゃないか？こっから一直線ゴールまで行けるんじゃないかと思ってんだが、どう思うみんな。届くから。いや、届くな、全然。オッケー、オッケー、オッケー。で、ここでなんか、こいついるんで、こいつ踏みつぶして、おい、からの、ここら辺で真下にボーン！オッケー！素晴らしい。ダブルワンナップ。そしている、頭箱野郎。いい加減、次ボス面だけどさ、クッパじゃないから、いい加減。いい加減、クッパで来てくんない？お願いだからクッパで来てほしい、いい加減、そろそろ。さすがに、あ、城だ。城ですね。これはクッパ様ですよ、皆さん大好き。50スターコイン要求すんなね、クッパ。金払えてめっちゃ言われたわ。でももうワールドごめんですってよ、みんな。早すぎてごめんって感じだね、ほんとに。いや、何言ってんだ、さっさと行きます。ごめんなさい。さあ、行きましょう。さあ、5の城。安心すんね、このクッパの声。つうことはなんかパワーアップしてんでしょ？さあ、行きます、タヌキ。タヌキのコスプレをしたおっさん。絶対あれさ、タヌキのコスプレしてるだけで絶対強くなってないけど、マリオの思い込みだよね、これ。で、俺これマリオの思い込み説をしてんだけど、どう思うみんな。どう思う？俺これマリオの普通に思い込み説があると思うんだけど。で、これ、うわ、今回、こういう感じか。で、これはなんかある？タヌキ以外でも特になし。で、こっち側行って、ここ下が出てくるだろう。これなんだ？ファイヤー！全く持っていらんやつ来たら。一番いらねえよ。まあ、多分何もない人からしたら欲しいんだろうが、俺からしたらいらんで、無限カロン生成マシン。めっちゃ嫌だな。カロン無限生成とか、最強じゃんね。だって屍よ、こいつ。で、うおー、危ねえ、ドラポンちゃん。オッケー。で、これ今どみんなスターコイン見た？見てないよね。スターコイン見てないよね。あれ、全然ねえんだけど。あれ、これドッスン先輩たちの足元の上にあるとか。いや、やっぱドッスン今回俺たちマリオが近くに来た時に反応してんな。いや、めっちゃマジで。ほんとマリオ。ちょっと助走がねえと全然ジャンプできねえのな、この作。マジでやめてほしいね。その城のせいで若干ジャンプしづらいのよ。で、ここで、ファイト渡ってって、1枚目。あ、1枚目だよ。よかったよかった。で、マグマに行きたくない。うわー、オッケー。オッケー。で、こっち側になんかあるな。で、こっち側にある。あぶねえ。で、あとはこれはまあ、じゅんぐり渡ってきゃいいでしょう。で、とりあえずこれは一応取っとく。で、あれ、むしろ無限カロン生成マシンでは。無限カロン生成マシン。出たよ。オッケー。だがしかし、そんなもん俺の前では無力。タヌーキの前では無力で。で、ワンダップ。まあ、一応もらっといてやるか。せっかくだしね。で、中間取っといて、2枚スターコインもゲットしてる。で、今回捕まってんのは誰？二人ですね。いや、あいつらただ単になんか整列してるけど、なんだろう。クッパに立ってろって言われたのかな。で、ゴールはあそこ。で、スターコイン3枚目確保したいっつうか、場所を確認したいんだが、これ、どうにかして、ちょっと、あ、ジャイロでもいい、ジャイロじゃなくて、コンプ、あ、うん？何見てんだよ、てめえ。てめえ、何見てんだよ。めっちゃヒルプミみたいな声聞こえるんで、で、クッパー、スターコイン3枚目どこにある？あ、ヒー、ヒーみたいな声ずっと聞こえない？大丈夫？ヒー、ヘルプ！スターコイン3枚目ねえな。どこだろう？それでもここにあるとこか。おー、危ないね。ちょっとやめていただきたいところ。で、ここで、ちょっと一回壁じゃんして、お前らの上にあることがないことを確認したいんだが、ないね。つうことは、普通にここにあるのね。ここにあるのね。普通にちょっとやらしいな。ファイヤー、ダヌキじゃなかったら若干取りづらくない？はい、ヒギ、ハンマー殺し。オッケー。ハンマーブロスは俺が許そうな。で、ここ何？めっちゃ高い。めっちゃ高いな。高っすーって感じで。で、クッパ、うぅー、キャンセル。ちなみに今回尻尾は？また替え玉使ったのか、お前は。いい加減本人出ばれよ、ほんと。それもあれだから本人はやっぱ特別感出したいんかね、クッパは。またクッパ様ったらほんとお茶目ね。お茶目なんだからほんとに。で、クッパ様なんかやることある？何？うおー、なんだ、道とは自分で切り開くものだって言いたいのかな。うおー、ちょっとごめんよ、クッパ様。さすがにそれちょっとごめん。俺がナメプしたわ。で、で、こっち飛んで、はい。で、ファイヤー出し、うおー、こっち飛んでくんの、マジで。いや、で、横通れそうだな、でも。横通れるかな。ちょ、ここはゴリ押しで行きましょうか。これ俺ゴリ押し行きます。ちょ、ゴリ押しで行きましょう。で、こっち行って、もう端っこ、さよならやっぱゴリ押しよ、このご時世。なんだ、こっちはまだブーメランがあるからね。で、今回誰が替え玉だったのよ。で、あ、え、カメックマンでも、あ、その子の波長大
ダメか。まあ、とりあえず行きましょうか。ぐうしょう、うしょう。無視するのはさすがに悪いか。なんかあるか。なんもねえ。めっちゃ無機質。マジでなんもねえな。もっとなんか人、なんかキノコくれるとかでもいいじゃんね、ほんとに。ちょっと、ちびまりだとちょっと失礼なんで、私は、ブーメランブロスで行きます。さあ、もう一つ手ぐらい今回やって終わりにしたいね、って感じあるね。で、ここら辺でちょっとダッシュしての、ほっ。おい、オッケー。もう、幅跳びなんかも使うよりも、普通にダッシュで行った方が、安全な気がしなくもないって、感じてるよね。さあ、というわけで、無事ここも攻略完了。クッパ様、いい加減本人出てきてほしいけど、まあ、最後で待つって感じなんだろうね、ライバルを。いや、ちょっとそこはいきなりで、今回の出ましたよ。今回の写真集。で、今回何？ん？おい、なんだこの手紙？ついに煽るようになったのか？やっぱあの、アレアダが送ってくるだけあるな。で、何今回は？前回アレアダがすげえ襲われてたやつ。え？何あいつワンナップしてんだ？何あいつワンナップしてんだ？いや、めっちゃ戦えてんな。めっちゃ戦えてんな。こんな叩くかで、ね、どうよ。おーおーおおお、めっちゃ、なんか、どうなんだ？めっちゃクリボーが揺れてるわ、いや、するけど、縦にはあんま揺れねえな。どうなんだろう。どうやったら揺れんだろう。おー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 おおお、めっちゃ揺れはすんだけど、どうなんだ？こう揺らせばいいのか。なるほど、なるほど。いや、全然ワンナップしなくなった。白ワンナップ。白よ！白よ！全然しねえじゃねえか。音だけ高くなっていく。明日は、オッケー。確定演出みたいになったらワンナップして。なんかちょっとテンション下がってないマリオ。で、次は何？ここ最後やっていこっか。6の1。6位。6の1やっていこっか。今回ここやって終わりにしよっか。6の1ですって。正直このね、もう冒険も6面ですって佳境ですよね。ここら辺とかになんか、あるじゃん。危ない危ない。周りを調べることが大事ってマリオはね、一番それをよく教えてくれるから。いや、マジで早くね、なんか、新作のマリオ関係、来てほしいよね、って感じがする。怖っ。なんだあのあいつで、ブーメラン出そう。ブーメラン、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 オッケー、はい、ブーメラン、オッケー。で、ここら辺投げときの、道は俺で切り開くもの、だって、教わってみました。おーあーおーうー神回避、オッケー。うぅーちょ、違う、違う、はははもう、止まりてんだよ、俺は。はい、オッケー、避けました、フグマンね。ブーメラン、ブーメラン。ブーメラン、ブーメラン、オッケー。いや、みんな、ほんと、あ、ダメよ、ほんと、このプクプクとかいいやつ、ほんとに。で、これでちょっとこの辺殴っての、ここで、落ち着け、一気落ち着け。いや、みんな、ここはね、俺、ファイヤーの方がいいと思うんすよ。ファイヤーの方がやっぱ強えんじゃねえかと。やっぱファイヤーの方が、強えんじゃねって感じがするね。タヌーキか、これタヌーキくれる？タヌーキくれねえか、ケチ。ケチタヌキーズどもが。うわ、しかも何ここ。いやらし、踏ませろもう、あの溝にどんだけハマればいいんだ。いや、あそこ幅跳び飛び越えた方が良さそうだな、みんな。幅跳びよ。最近俺幅跳びずっと使ってない。そう、あまりにも出づらいからな。そう、幅跳びずっと使ってなかった。幅跳びを使うのいいかもしれないな、みんな。で、踏まんねんどいて、ファイヤーの方がいい。タヌキか。タヌキがいいかも。タヌキ、タヌキ、タヌキ。タヌキ、キノコ最悪。めっちゃ失敗した目押し。やばいな、ちょっと俺のあまりの下手くそで、ちょっと、ね、俺自身もちょっと引いてるかもしれない。オッケー。ちょっと、すっごいなんか操作性下手になってんだけど。なんだろう。DS でマリオ関係やるの初めてだからかな。ほら、幅跳びでなかった。ガーだから信用ならないのよね。危ねえ、めっちゃ危ねえかった。よいしょー、やっとみんな進めた。どんだけ俺、あそこで苦戦すんだよ。あそこ絶対苦戦すべき場所じゃないでしょ。なんかな、操作性のなんか、わかるかな。俺のこのやりづらさをめっちゃ感じる。バカが、あぶねえ。普通にあぶねえ。スタッフ1枚目しか取ってないんだけど。これ、もしかして蹴飛ばしたなんかあったりする？やっぱ何もなさそうだな。え、なんかありそうだけど、俺が下手すぎてごめんね、何もできたって、ここ何？めっちゃ赤コインがあるけれどもね。正直いらないと言われたら、そりゃそう。で、ワンナップ、そう、死にすぎたんだよ、私。あまり死にすぎたんで。あまりにも死にすぎたら許してほしい。ちょっと待って、これ望遠鏡見るべきだったのでは？おーと思ったらこっち側戻れるんかーい。じゃあ、あそこの具が本当に謎。だとしたらこっちで望遠鏡見ましょう。はい。で、何です？そこか。あ？何？どうした？ああ、バーボン。ああ、どこ行くの？
え、ゴールだあいつの頑張りから何も学んでないというわけで滝に入れるっぽいね、あの感じだと。さすがに滝の中入れるんだね。これどうしよう、100万年できたら。それは俺あいつを恨むね。で、え、ちょ、何、うー、ポンポンポン、いや、惜しい、ゾロ目じゃなかった。どういうことだよ、これ。まあ、一個だけもらっとこうか、タヌキ。うおー、うら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 、いや、ワンナップくれた。いや、なんでワンナップ、まあいいけど、めっちゃ死んだからね、ここ。なんで俺こんなめっちゃ死んだんだろうってことで、ここ死んだからね。で、ここなんか叩いた方が絶対いいと見た。はい、オッケー。で、この上に行っての、で、これ2枚目っしょ。3?3? 3? もしさっきのゲストのとこあったか、あの土管入った場所。実は上にあった説あんな。ちょっと取り逃しあるかもしれない、ちょっと取ってこよう。いや、タヌキマジ強え。あのさ、コインの上側、あのコインの上側に実はあるとかではない、なかったらあるじゃねえか、やっぱりよ。やっぱあるじゃん。明らかにコインがなんか指し示してたもんね。降ります、オッケー、降ります。で、このゲストたち何もしてこないんだね。クッパ軍団のね、使命守んなくていいのかな。まあ、いっかいっか。とりあえずなんかめっちゃ死にまくったけど、まあ、問題はないでしょうね。おい。で、タヌキで飛んでって、やっぱタヌキよ。プクプクを気にする必要ないもんね。いや、めっちゃ溝。ちょっと待って、これは嘘だろ。嘘だろ、うわー、ゲド、うわー、なんだあれ。うわー、なんだこのオールフグマンネン。これフグマンネンって倒せるっけ。ほっ、お、倒せるんだ。倒せるんだね。はい。だとしたらもう安全に行きますよ。なんだ俺、これ安全に行けちゃうから、オッケー。いや、めっちゃくだらねえ死に方もめっちゃしたね。あんなあそこで死ぬかねと思う。しかもあそこね、厄介なことで壁じゃんできないんですよ、あの橋の部分。だから落ちたら終わりなんですよね。意外と嫌なトラップ。まあ、俺が下手なだけだが、一概にね、俺が弱えだけだがって感じ、ほんと。カイドウよ、カイドウ。いや、もう、あれよ。ほんとね、ドフラミンゴに対して言ったカイドウみたいなもんよ、ほんとに。さあ、じゃあ次回は6の2、ここを攻略していこうと思いますので、よろしくお願いします。まあ、次回お化けステあるじゃん。もう、テレサ出てくんじゃん、絶対。じゃあ次回は6面攻略、4ステージぐらいやっていきたいと思います。じゃあ次回のとこで、おい、しましょう。バイバイ。